眼球運動って言ってよくね、体幹部止めといて、まあ、こんな風にして上下こう見たりね、あるいは左右こういう風に見て眼球運動を鍛えるっていうのはありますけども、これはねやってみたら分かりますけど、息止まるし、こういうのをオープンキネティックチェーンねっていうね運動形態で、これは体幹部を止めといて末端を動かすという運動のやり方なんですね。まあ、こういうのと一緒です。目というのは末端ではないですけれども、体幹部全体を止めて眼球だけ動かす運動っていうのは、呼吸が止まる上にいい運動のやり方ではないし、まして目が凝り固まってる人、目の周りの筋肉が凝り固まってる人にとっては、緊張しすぎて目が痛くなったりめまいが起きたりする人もいるぐらいなんですね。なので瞳はちゃんと据えた状態、目はだから止めとくわけ、目を止めといて体幹部を運動させてあげることで眼球が運動を勝手にするということになるんです。だから瞳を据えるわけです。何のために瞳据えまんねんと思うかもしれませんけど、理由の一つがそれです。理由はもっとたくさん他にございますが、一つがそれということです。なので瞳をちゃんと据えて行うということです。オープンキネティックチェーンっていうのは、体幹部が止まっといて末端が運動する運動様式のことをオープンキネティックチェーンねと言います。股関節の屈曲で表しますと、こうやってね、これ股関節屈曲という動きです。体幹部止まっといて末端が動いてくる、これをオープンキネティックチェーンという運動の仕方です。対して末端を止めておいて体幹部が運動する、同じ股関節屈曲という言い方をしますと、これ末端ですよね。足というのは末端を止めておいてこういう運動する、これ体幹がここに近づいていきました。これは股関節屈曲という動きなんですね。胸と太ももが近づくのが屈曲です。こうやることとこうやることって一緒の運動なんですね。ただし運動様式が違うと、末端を止めといてこの太ももに対して体幹部を近づける、つまり末端を止めておいて末端を固定しておいて体幹部が動いてくる運動様式をクローズドキネティックチェーンと言います。オープンキネティックチェーンに対してね、もう一回言うで、体幹部が止まっといて末端が動いてくる運動をオープンキネティックチェーンと言います。対して末端が止まっといて体幹部が動いていく運動、これをクローズドキネティックチェーンっていうんですね。眼球だけをこうやって運動させるのも、運動様式としてはオープンキネティックチェーンの方になります。ちなみにオープンキネティックチェーンは略して OKC、 クローズドキネティックチェーンは CKC と運動学では言われます。なので基本的に縦腰体操っていうのは体にとって良いクローズドキネティックチェーン CKC の運動様式を結構とってます。特にこの椅子に座ってやる運動はね、コマネスリスリふわり体操も股関節という視点で見るんであれば、股関節のクローズドキネティックチェーンの運動様式になってます。なんでこれをやったかっていうとね、運動の仕方としていいっていうのがもちろんあるんですけども、体を痛めている人ね、例えば股関節痛い人とか、もう股関節こう上げるのが痛いっていう人多いんですね。でもそういう人ほど股関節周りが固まってるんだから運動させてあげないといけないわけですよ。だけど運動できない、もう動かすのがね痛いから、そこから先を動かすのがもう怖くてできないとか、そもそもね、あるいは激痛走るからできへんとかね、 KFC そうそうそう、ケンタッキーフライドチキンっていう運動し、なんでやねんということで、何を言うか忘れますけれども、股関節痛めている人はですね、特に股関節太ももを動かすのがもう怖くてできないわけなんですよ。なので体操としてやっぱクローズキネティックチェーンじゃないとできないんだなということです。例えば太ももをこう上げる運動ね、これができない人って結構いるんです、痛くて。だけどコマネスリスリふわり体操ならできたりするわけですよ。こういうお辞儀運動ですね、今足止めといてただ座りながらお辞儀する運動、これならできる人が非常に多いんですね。まあそういうことを僕は10年間12万人のね患者さん見てきたからこそ、実地体験を積んできたからこそ分かってきたということです。もう OKC、CKC っていうのを僕も一応トレーナーの専門学校って通いましたんでね、学びましたけれども、その時は武術もやってたんでなるほどなぐらいに思ってましたけども、実際その整体院を開業してね、毎日毎日何十人という患者さんを見ていくにつれですね、やはりこういった運動の仕方が大事だなということは、もう机上の空論ではなく本当に気づかされた思いがありますね。なのでお早すみ体操やる時も、目という部分をそこに止めておいて、そこから以下の体幹部を動かしてあげることで、結果目が運動されるということです。止めているのに運動されるということです。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。